鈴木亮平のクールアイ女子 W 杯オーストラリアニュージーランド共催でかい進撃を続けている日本代表なでしこジャパンの準々決勝の相手が北欧の強豪スウェーデンに決まった写真フランス FW m バペの妻は歌唱力も抜群のミス・ユニバースなでしこの世界ランク11位に対してスウェーデンは3位同1位のアメリカを PK 戦の末に倒して勝ち上がってきた 平均身長170.8センチ。フィジカル、高さ、速さを全面に押し出したパワフルな戦いを挑んでくる。身長174センチ、体重72キロの1トップ FW ブラックステニウスは高さと強さと速さを兼ね備え、ボールを足元でキープして裁くこともできる。3DF の中央で守備陣を統率する CB 熊谷先、32とのマッチアップは見逃せない。 MF 長谷川優衣26、MF 長野風花24のダブルボランチが好調なでしこをがっちりと支え、ピッチ中央の二人の出来不出来が勝敗を大きく左右するだろう。良好なコンビネーションを披露している長野と長谷川は、局面に応じて横並びの関係から前、長谷川5、長野の縦関係になったり、臨機応変にプレーしながら攻守のつなぎ役として機能している。 この長谷川と長野から右ウィングバックの DF 清水リサ、27、左ウィングバックの MF 遠藤淳、23にボールが配球され、なでしこの攻撃にスイッチが入る。遠藤と清水が攻守に発ツ,ツとしたプレーを見せれば、スウェーデンの2列目の両サイドの選手の攻撃に、蓋をすることができる。得点源の FW ブラックステニウスへのボール供給を立つことにもつながり、 なでしこは優位に試合を進めていくことができるだろう。アメリカ戦で高セ部連発の身長178センチゴールキーパームショビッチの画像を崩すのは難しいが、ボールを保持しながら波状攻撃を仕掛け、いいタイミングでシュートを打てば得点を重ねられるはずだ。優勝候補のアメリカ敗退は、なでしこにとってラッキーだった。なでしこがスウェーデンを倒す可能性を聞かれたら、非常に高い、と答える。